で、早速。はい。はい。いきますね。最初の24ページから本題が始まっていくんですけど、第1章ってことで。はい。ここのですね、アドラー心理学はどうしたら人は幸せになれるのか着目するってことで、トップモデルの例もありつつ、現代の主な心理学とアドラー心理学の違いから入ってるんですよね。で、これ僕の理解合ってるのかなっていうところから、ヒロムさんにお聞きしてみたいんですけども、ちょっと書いてみたんですが、この本の内容を図で要約するとこんな感じかなと思いました。現代の多くの心理学は、これ文字読めないかもしれないですけど、症状悩みって書いてあります。症状悩み出た時に、なんでそれ起こるのかなっていうホワイに着目して、その理由を明らかにしようとしますと。とか原理とかですかね。何がそんなさせてるのか、ふわっと、原因の因子をいろいろ発見して、これとこれがこう関係して、この、今この人こういう状態じゃないかっていう全体のメカニズムを正しく構造化するための心理学が、まあ、多くの心理学なんじゃないかと言われてると読みました。一方で、アドラー心理学はこんな感じですと。症状悩みありました。そしたら、まず、それがどうなったらいいかって理想を、がありますと。そこに対して、この理想の状態に向かうのに、どうすればいいか。How の部分ですね。で、どうすればいいっていう中に、先ほどのこの構造で見えたこの関係を用いて使いながら向かっていく。つまり本人が前に進むための使える心理学として作られてるっていう対比で、読み取りました。平本さん、これどうでしょう？合ってますか？そもそも、まあ、アドラー100年前、フロイトのすごい発見は、私たちは無自覚、無意識のうちに何か問題行動や症状を起こしている原因があるに違いないって発見したのは、もう、20世紀最大の発見なんですよね、うんうん、つまり分かってやってないっていうことがあるっていうのって今でこそねある当たり前だけど、はい、ただ例えば子供の時ねこういうトラウマがあったからこういう症状になったって言ったところでそれが原因が分かってもああだからこうなっちゃったんだでどうしようもなかったんですよね、うん、つまり原因は分かったところでじゃあもうしょうがないねになっちゃってたんですよ、うんうん、でそれって心理療法として役に立つの、まあ、アドラーは徹底して実用主義者なんですよね。実際に使って役に立つかどうかでそれが原因って分かったところで役に立つの、うん、っていう発想なんですよ。原因論って、原因論目的論って、まあ私の理解は、狭義狭い地と広義広い意味があって、狭い意味だと、すべての症状には目的がある。うん、つまり、辛い過去があったから泣いてるんじゃなく、泣くことで何か手に入れようとしてるとか、自信がないとか、自己肯定感低いとか、自分はダメとか、自分責めとか、なんか子供の時にそういうことがあったから、自己肯定感低くなった。と発想するんじゃなく、自己肯定感の低さを使って、例えば人からちょっとこう助けてもらうとか、気引くとか、優しくしてもらうとか、やってもらうとか、うん、っていうのにとるんですけど、嫌われる勇気は確かに、トラウマは存在しない、そして全ての感情には目的があるって断言してるんですけど、これはまあ本としては、確かにそっちのがキャッチーだから、断言ぐらいの方がセンセーショナルなんだけど、アカデミックに正式に言うと、手、想定した方が、その目的を症状以外で手に入れることができたとしたら解決できるんじゃないのって発想してみませんかっていう提案なんですよ。つまり全ての感情には目的があると断定するよりは全ての感情には目的があるという前提であなたが自己肯定感低い例えば私は自分のことが好きじゃないということを使って何を得ようとしてるか、うんうんうん、例えば子供の時なんかいじめられたりとかお父さんお母さん厳しくされたられたから自分に自信がないじゃあもうなんかそうなっちゃったからしょうがないよねって考えがちなのに対して自信ないんですよみたいに言うことによって何を得ようとしてるのって言ったら例えば人とつながるとかみんなに認めてもらうとかできるよ大丈夫よって言ってもらうと、うん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 、でアドラーはそれは非建設的な注目の得方って言っててもう私無理なんでみたいな言い方でかわいそうねっていう言い方したとしたら何が起こるかというと多分一時はかわいそうねになるんだけどまたあの人あんなこと言ってるっていうにして結局人が去っていくので、うん、じゃあ注目を得るのはいい承認されるのはいいんだけど注目承認得るためには建設的な注目の得方破壊的な得方ニュートラルな得方が3つがあって
まあ今のは破壊的な注目の言い方なんだけど、奇抜な服を着て、あ、なんか素敵な服ねっていうニュートラルな気の引き方もあるんだけど、だったら建設的に他の人に自分の好き得意で生かすことで承認されたり注目得る方が、私自己肯定感低いって言ってるよりも、あなたの得たいもん満たせるんじゃないですかという前提で、競技では全ての行動には目的があると言い切ってるのではなく、という仮説で考えた方が、その症状の原因を探るんじゃなく、その症状を使って何年を得たいかの、まあ平本式で言うとメリットを引き出すことで、本当はどっちもあるんですよね。アドラーはどっちもあるっていう前提にあるんだけど、メリットがあると仮定した方が、やれることがあるっていう発想をする。なるほど。これが競技の目的論で、講義としては、結局心理学って人が幸せになるために使われるときに、過去にあれがあったからとなると、だからしょうがないで終わるんだけど、どこから来たかが重要ではなく、どうなったらいいかって発想した方が、じゃあそうなったらいいに向けて何ができるかって、やっぱり人生の主人公として自分の幸せを選べるので、過去よりも未来の方を発想しませんかっていう部分では講義の目的論。チャンネル登録お願いします。次回の動画で会いましょう。